皆さんこんにちは。2010年8月に東京オペラシティで行われるワークショップのお知らせです。ワークショップとはプロのアーティストの指導を受けながら参加者の皆さんが作品を作り上げる、そういうイベントです。8月の14日には絵本作家の吉田俊美さんをお迎えして、日本の歌曲から感じ取られる情景を紙芝居にしたいと思います。8月の21日には皆さんの作品をコンサートホールに展示して、さらにその中から選ばれた10作品を演奏とともに発表したいと思います。さあ、それではどうやって演奏から紙芝居を作るんでしょうか。まずはその演奏を聞いてみましょう。さあ、皆さんは一体どんなイメージが思い浮かびましたか？ちなみに吉田俊美さんはこんな素敵な絵を描いてくれました。じゃーん、なんかいっぱい海の生き物がいます。これは砂浜の絵ですね。どうでしょう。さあ、それでは皆さんもぜひこのワークショップで素敵な絵を描いてください。ではオペラシティでお会いしましょう。さよなら。